裏話。皆さんおはようございます。カルタクラブのなっちゃんです。この番組は競技カルタ名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが、名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために、私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は10月3日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。暑い今日暑くないですか。まあ、この番組はね、前日に収録していますので、今水曜日、10月2日の水曜日になるんですけど、暑いの皆さんのお住まいのところはどうですか。私たち川瀬コンビは、横浜に住んでいるんですけれど、今日の最高気温は31度、暑っで、今の外の気温が30度、もう暑すぎますよね。やっぱりまたこういう日が来るって、暑い日が来るって、最近涼しくなったけど絶対暑い日が来るって、私多分以前この番組で言ってましたよねねえ、来たでしょ予言者なっちゃんです。はい、レベルが低い予言でしたね。失礼いたしました。でですね、今日の川瀬名人はですね、とある撮影で外出してるんですけど、服装にすごい悩んでいて、もう暦は秋だけど異様に暑いじゃないですか。 T シャツサンダルだとさすがに寒すぎるかな、まあ、せめてスニーカーにしとくとか、まあ、朝話してて、で結局スニーカーの予定だったんですが、暑すぎてねサンダルで出かけていきました。ほんとね、こういう暑い日が、まあ、突然入ってくるから困っちゃいますよね。まあ、また明日は気温が落ち着くみたいです。気温のアップダウンが激しいと体調を崩しやすくなりますので、皆さんお気をつけください。まあ、特に今週末はあれがありますから、あれはい、そうです、カルフェスです。10月6日日曜日、文京総合体育館で開催される競技カルタ初心者向けのイベントカルフェス、お申し込みいただいた皆様ありがとうございました。現在第2部の決まり地100人種大会決まり地ありの部について6名参加者の追加募集をしております。先着順です。申し込みしそびれてしまった方はぜひお早めにエントリーしてください。第1部の無料体験パートは随時申し込みを受け付けております。事前にお申し込みいただくことでスムーズに入場できるのと、会場のキャパがねいっぱいになった時も優先してお楽しみいただけますので、ぜひお申し込みください。お申し込みイベントの詳細は概要欄のカルフェス特設ページからご確認ください。参加される方、風邪などひかないように体調管理バッチリして元気にお会いしましょう。というわけで本題です。今日のテーマはご報告、裏話、 YouTube 打ち切りについてでお送りしてまいります。私がパーソナリティを務めますこのラジオ番組、競技カルタ名人のマネージャー裏話ですが、皆様のおかげで今回で104回を迎え、私の中では長寿番組を迎えております。嘘です、まだまだね青2歳の番組でございます。でですね、この番組の YouTube 配信、はい、YouTube でも配信しているんですけれども、この度打ち切りとなりました。悲しい、悲しいですが事情があります。はい、気分で打ち切りはしませんのでね、事情がちゃんとありますので、今日はそのご説明をさせていただきます。もともとこの番組、スタイフ、はい、正式名称はスタンド FM っていうプラットフォームがありまして、そちらで配信をスタートさせていって、はい、で今も、スタイフで配信をしております。それがね、YouTube と連携できるということで、スタイフで収録配信したものをそのまま自動で YouTube にも流していたんですね。その連携をこの度切ることになりました。日付は10月の10日、10月10日木曜日の配信を最後に、この番組の YouTube での配信を停止させていただきます。
この番組がね、なくなるわけではないですからね。スタイフでは引き続き継続して配信していきますので、もし、普段 YouTube で聞いていて、打ち切られても、この番組聞きたいよという、YouTube でのリスナーさんがいらっしゃいましたら、ぜひ、スタイフにお引越しいただきたいのですが、事情もね、説明しなければですね、すぐ脱線しちゃうので、戻します。はい、実は、カルタクラブの YouTube チャンネルで新番組が始まることになりました。その番組は、河瀬名人の世界一受けたい指導。はい、こちらの番組がですね、10月11日金曜日、夜の7時から19時からスタートいたします。この番組は強くなりたいって思う競技からた選手の試合を河瀬名人が見て、その選手に対して、名人が指導アドバイスをするという番組になります。この番組の制作のため、かれこれ何ヶ月だろう、結構前から準備をしておりまして、で今もね絶賛準備中でございます。もう少しこの番組、新番組について説明しますと、この河瀬名人の世界一受けたい指導は2パートに分かれていまして、最初のパート、前半が試合パートになっていて、河瀬名人が試合を見ながら解説するというコーナーで、後半のパートが指導パートでして、選手に対してこうすれば強くなるよとか、こういう練習したいよねとか、あとは、構えはとか、選手かな、ヒアリングをしながら指導をアドバイスするという内容です。月2回の配信。そして、初月かな、初月の10月に限っては3回アップいたします。でね、前半パートは一般公開するんですけれど、後半パートはメンバーシップ限定で公開いたします。なので後半パートも見たいよという方はメンバーシップ登録をお願いいたします。でもどういうのが見られるかわからない状態でさ、メンバーシップ登録ってちょっと踏み切れないじゃない、有料だからね。なので10月11日の金曜日19時からの配信、初回は、特別に後半パートも含めたフルフルの状態でお届けしますので、どうぞお楽しみに。というわけでですね、この新番組河瀬名人の世界一受けたい指導が始まるということで、カルトクラブチャンネルが乗っ取られまして、私の番組は新番組を汚すということで、ラジオ番組は打ち切りとなりました。いや、言い方にだいぶ語弊がありましたねすいません、言い直します。新番組が始まった時にですね、YouTube のタイムラインにはもちろん世界一受けたい指導が更新されたらお知らせが流れるわけです。ホームにも世界一受けたい指導のサムネが並ぶ、カルタクラブチャンネルのホームにもね、その中に私のラジオ番組が並んだらどうでしょう。私のラジオ番組は週2回、新番組は月2回なので、更新頻度的に新番組がどうしても私の番組で埋もれちゃって見つけにくくなりますよね。やっぱり YouTube は動画配信コンテンツなので、ラジオっていう音声コンテンツよりも動画コンテンツを目立つようにしておきたい。そう考えた時に私のラジオ番組でチャンネルが埋め尽くされちゃうのは、ちょっとノイズになっちゃうんですよね。機械損失っていうか。映像である新番組がカルタクラブチャンネルの、これからのメインコンテンツになり得るのに、せっかくね、カルタクラブのことを知って YouTube チャンネルを見てくれた方に、このメインコンテンツ、世界一受けたい指導が目に入りにくいっていう状態になっちゃったら、新番組を知ってもらう機会を逃しちゃいますよね。それはもったいない。はい。ということで、この度、私のラジオ番組、競技カルタ名人のマネージャー裏話の YouTube 配信は停止させていただくことになりました。実はこのことを詳しくは新番組の企画会議で話してまして、
うん、あのこの会議の様子はねコンスタントに YouTube に上げているんですよね。もしこれをご覧になっているリスナーさんがいたらすでにご存知だったかもしれません、まあ、それを改めてリスナーさんの皆さんにリスナーの皆さんにお届けした形になります。実際どうなんでしょう、私のラジオを YouTube で聞いてる人の方が多いのかな。まあ、多分再生回数的にはそうなのかもしれませんね、まあ、なので今まで聞いてくれたリスナーさんがね離れてしまうのは離れてしまうかも、うん、知れないのは、まあ、寂しいし悔しいし惜しまれるんですけれど、まあカルタクラブのことそして競技カルタに関わる人たちにねお役に立つコンテンツを届けること業界全体のことを考えるとやむなしだし、まあ、今すべき最善の判断だと思っております。これね、河瀬名人に最初に言われたんだよねなっちゃんのラジオ打ち切りって。ぶっちゃけ最初めちゃめちゃ悲しくなったんだけど、でも納得もしているし仕方ないけど、でもねやっぱり寂しい気持ちはありますよね。うん、もしこれまで YouTube で聞いてたよという方で、まあ、これからも裏話聞いてやるよという心優しいコアなリスナーさんがいらっしゃいましたら、ぜひスタンド FM へお引越しして私のチャンネルをフォローしていただけると嬉しいです。 URL 概要欄に貼っておきますね。繰り返しになりますが番組自体はスタイフで続きます。今日の放送は YouTube で聞いているリスナーさん向けでしたので、まあ、普段からスタイフで聞いている方にとってはちょっと関係なかったかもしれませんが、まあ、最後まで聞いていただき聞いていただきありがとうございました。今日が10月の3日なので打ち切られる日までまだ時間があります。1週間くらいかな。もしよろしければこの準備期間の間にスタイフアプリのインストールと無料ですからね、はい、私の番組をフォローいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というところで今日の放送を終わりにしたいと思います。最後にもう一度お知らせです。10月6日日曜日に文教総合体育館で開催される第2回カルフェス第2部の決まり字100人主催会決まり字ありの部のみ、先着で6名様追加募集をしております。第1部は随時来場予約受付中です。イベントの特設ページからお申し込みができますので、概要欄のリンクからご確認ください。それでは今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。